当校では今ダイバーシティ経営を実践しております。違った価値が新しい価値を生む、自宅での時間、会社での時間、これが融合して新しい価値が生まれるということを目的としております。北都銀行は秋田県を中心とした県内外に83店舗展開する地方銀行です。創業は明治28年で、創業以来常に地域とともに歩みを進めてまいりました。現在は従来の銀行業の枠を超え、上質な金融情報サービスを提供しながら、地域の舞台づくりのプロデューサー役を果たすべく、地方創生にも果敢にチャレンジしております。実施した方々からは、通勤の負担や業務中の電話などがなくなることで集中力が上がり、業務に効率的に取り組めたとの声が多いです。テレワークをした日は時間に余裕が生まれて、家族との時間が増えたり、自身のプライベートの時間が充実したなど、一人一人のワークライフバランスの実現にも効果があると感じています。今年度から会社にいる時と同じ作業環境を得られるモバイルパソコンを全部店に一定数導入しました。今後業務の拡大とともに対象者の拡大を図りたいと考えています。当校では毎年4月に年に一度人事評価をする制度がありまして、その評価の資料作りにテレワークを利用しました。当時上司でありました支店長の方からも、人事評価にこのテレワークの制度を使ってみてはどうかというアドバイスを受けましたので、利用するきっかけとなりました。やはり自宅ということで、電話もなく、来客もなく、人事評価を集中して行うことができました。今年度からは支店にモバイルパソコンの配布を受けましたので、それを使うことによりテレワークをすぐ行うことが可能となりました。銀行としてテレワークを使ってできる業務は限られると思いますが、働き方改革を進めていく上でできることから始めていくことにより、仕事もプライベートも充実させることができると思います。課題はテレワークで可能な業務範囲の拡大と、従業員のテレワークへの意識醸成を図ることです。今後の業務範囲の整理や拡大についていろいろと検討している段階です。新端末導入により業務範囲が広がるなど、環境面は徐々に整ってきています。働き方改革を進める最大の目的は生き方改革です。今の働き方に慣れていると、新しい働き方にチャレンジするのは抵抗感があると思いますので、引き続き啓蒙しながら従業員の意識醸成を加速させていきたいと思っています。